人を助けることが好きな韓国人。一見そんな気がなさそうに見えても、実は教えてあげたいという気持ちを日本人はどの国の人よりも持っている。しかし相手の立場を先に考えてしまうのだ。単に助けるのは相手に対して失礼になると考える。こちらの都合だけで助けることは自分が上に立つことになり、相手を低く見たり無視したりすることにもなるからなのである。韓国人は混乱している人を見ればまず助けてあげようという意思を見せ、実際可能ならば積極的に相手を助ける。もっともここでもしばしば請求であって、実際できないことでも助けてあげたいという情が先に立ち、失敗することも多いのだが、韓国人が困っている人を助けようとするのは西洋的なヒューマニズムや福祉の精神からではない。日本人のように相手の立場を考えることもことなく、自分の判断ですぐ手を差し伸べようとする。おせっかいだとか親切の押し売りになるとかには頓着がない。ではなぜ助けようとするのかといえば、自分が他者よりも力があること、自分が他者よりも上に立っているということをそこで示すことができるからである。このように言うと多くの日本人が、それは言い過ぎじゃないですかとか言って、なかなか信じようとはしない。しかし韓国の社会関係とは、実に常に他者との力関係、上下関係の闘争なのである。そうした力関係の場のどこに自分が位置するかで、自分の社会的な評価が決まるのである。韓国では助けた者は上に立ち、助けられた者は下に立つ。助けられた者は助けた者を自分より上だと認めなくてはならない。これで上下関係がはっきりする。それが道徳的にいいことなのであり、日本のように悪いことでは決してない。仲の良い友達以外の社会関係では、具体的な他者それぞれとの関係で自分は誰より上なのか誰より下なのか、それが最も重要なことなのである。韓国人は学ぶより教えることが数段好きな国民だ。もちろん教えることで上に立てるからである。したがって教師は大きな尊敬の対象となる。韓国で能力のある人とは、あくまで知識によって立派な社会的な地位を確保した人を言う。いくら知識が多くても、みすぼらしい生活をしていれば、人生の失敗者以外の何者でもない。実際うんざりすることは、韓国からやってきて私を訪ねてくる韓国人の中で、特に男性がしきりに私に教えを説きたがることだ。そこには、女は男に教えられるものという通念の加担が見えなのだが、それはまだ我慢していい。しかし私への対抗意識をあらわにして、いいですか、教えて差し上げます。日本人というものはですね、今の韓国はこんなに良くなっていてと延々と私に教えを説き始めるのには参ってしまう。それもほとんどが偏見に満ちた日本批判と韓国の自画自賛なのである。エリートほどそうだと言っていいから、腹が立つより先に悲しくなってしまう。そうして私からは何ら学ぼうとする姿勢を見せず、一方的に教えようとするからなおさら嫌になってしまう。韓国人の男にとっては私は女であることで教えを説くべき対象となるが、言葉を教える先生だということでは一応尊敬の対象となる。
しかし私の教室が小さなみすぼらしい事務所だということを彼らが知った途端に、私は大きく価値を落としてしまうことになる。そこで韓国から来た男たちの多くが私に対して自然に教えるという位置からものを言うことになる。そこでは自然に私から学ばうとする意識がなくなってしまっている。韓国人が教えることが好きなのはその能動的な性格をよく表しており、日本人が学ぶことが好きなのはその受動的な性格をよく表している。そしてこの能動性は直接的な関係を求める意識に支えられており、受動性は直接性を避けようとして間接的な関係を求める意識に支えられている。現代韓国について話すたびに、それは日本の30年前と同じことだと言われる場合が多い。でも果たしてそう簡単に歴史段階的な社会の問題や発展段階的な個人の問題へと解消することができるものだろうか。私はそこに大きな疑問を持っている。疑問があるうちはまだまだ具体的な誤差に光を当てていきたいと思っている。